英語より先に習得させたい言語があった。皆さん、歳の宮殿下がネイティブに近い英語を話すことはご存知でしょうか。実は英語スキルは以前から有名ですが、英語以外の言語も話すことができると言われています。そして天皇陛下が英語よりも先に習得させたかった言語があったといいます。それは一体何でしょうか。早速見ていきましょう。今回は歳の宮殿下の心遣い、そして国際交流において大事なスキルをご紹介します。最近落ち着いたとはいえ、コロナの影響で学校ではオンライン授業が増えたことは皆さん記憶に新しいでしょう。そのような状況で、歳の宮殿下のある行動が皇室内で話題になりました。皆さんもコロナ禍で感動するエピソードがありましたら、ぜひコメントをお待ちしております。2020年、歳の宮殿下は学習院大学文学部日本語日本文学科への新たな旅立ちを迎えられました。しかしこの入学時期は違ってました。世界は感染症の影響下にあり、多くの日常が変わりつつあったのです。その中で授業は感染症の拡大を防ぐためオンラインで実施されることが決定しました。この報告は多くの人々にとって新たな試みであると同時に、歳の宮殿下にとっても異例の学びのスタートとなりました。授業開始に向け、殿下は遠隔学習の準備に取り組まれつつ、感染症の収束を心から願われていました。またステイホームを徹底される中で、日々の生活においても他者への思いやりの行動を見せられたのです。具体的にはマスク不足が叫ばれる社会情勢の中、手作りマスク作りに熱中されたのです。両陛下に贈られた手作りマスクは大変好評で、歳の宮殿下自身もこの活動に心を寄せられました。家中から集められた布類を用い、日に10枚のペースでマスクを製作されると、あっという間に120枚のマスクが完成しました。驚くべきことに、これらのマスクは宮内庁の職員に配布されることとなりました。宮内庁関係者は、歳の宮殿下はもともと近くの幼稚園や小学校に布マスクを寄付されるおつもりだったそうです。ですがマスクが不足する中で、一部の教育機関にのみ歳の宮殿下から布マスクが配布されれば、不平等、エコひいきなど誤解が生じる恐れがあります。そこでやむなく宮内庁の天皇家に仕える部署を中心に布マスクが配布されることになりました。このように述べられています。この決断は歳の宮殿下の深い思慮と周囲への配慮が感じられるものでした。実際にマスクを受け取った職員からは、その出来栄えと歳の宮殿下のお心遣いに感動の声が上がったそうです。顔にフィットする立体的な作りで、まさか愛子さまからいただけるとは夢にも思わなかったという声や、この恩師のマスクを家宝として大切にしますと語る職員もいました。感染症がもたらすストレスと戦う宮内庁職員にとって、歳の宮殿下からの手作りマスクは心のぬくもりを感じる贈り物となったのです。歳の宮殿下のこの一連の行動は、単にマスクを作り配布するという物理的な行為を超えた深い愛情と配慮の表れでした。社会全体が未知のウイルスとの戦いに直面する中、歳の宮殿下のさりげない優しさは多くの人々に希望と勇気を与えました。この話は歳の宮殿下の人々への深い思いやりと行動によって示された温かい心を物語っています。まさに誰にも真似のできない心からのお心遣いであったと言えるでしょう。また歳の宮殿下のお人柄に加え、その卓越した知性は多くの人々を魅了してやまない一因となっています。歳の宮殿下の英才教育は幼い頃から厳しいものであったと伝えられておりますが、その成果は特に言語能力の高さにおいて顕著に表れているのです。高等科の1年生だった2017年には、その能力が国際舞台で輝きを放ちました。スウェーデンからのビクトリア皇太子、デンマークのフレデリック皇太子夫妻など数多くの外国の賓客が来日した際、歳の宮殿下は流暢な英語での対話を通じて
その場にいた人々を深く驚かせたのです。利宮殿下は言語だけでなく文化にも興味を示しているのは、国際的な教育を受け様々な文化や価値観に触れることの重要性を幼少期から教え込まれてきたからでしょう。そして2017年のその場面では、利宮殿下はただ単に流暢に英語を話すだけでなく、相手の文化や背景に対する深い理解を示し、国際的な礼儀をわきまえた会話を展開されました。これらの品格との交流において、利宮殿下は自然体でありながらもその場の空気を読む高い感受性を見せ、相手に敬意を表す姿勢を崩さなかったのです。外国の要人との交流だけでなく、日頃から様々な分野の専門家とも積極的に意見交換をされています。科学の進歩への関心や国際社会での貢献について深い洞察を持ち合わせていると言われることもしばしばです。これらの交流を通じて、利宮殿下は常に新たな知識を求め、自らの見識を広げ続けられています。このようにその人間性とともに、非凡な頭脳を持って多くの人々に感動と尊敬の念を抱かせています。利宮殿下の行動一つ一つからは、国際社会における日本の姿を良い方向に導くための深い責任感と使命感が伝わってくるのです。それは利宮殿下がこれからも国内外で果たしていく役割の大きさを物語っています。次に、2019年11月のラグビーワールドカップの開催に合わせ、遠くイギリスから高貴なゲストが日本の地を踏みました。アン王女とその夫妻がこの国際的なイベントを共に祝うためはるばる来日されたのです。この重要な訪問に際し、天皇皇后両陛下はご自宅である赤坂御所の門を開き、アン王女夫妻を温かく迎え入れました。この時、利宮殿下も同席され、英語での懇談が行われたそうです。この会話の中で、利宮殿下が英語でアン王女夫妻に質問をされたことは、その英語能力の高さを物語っています。アン王女夫妻と対等に会話を楽しむことができるほどに豊富な知識と高い言語能力を持ち合わせているのです。さらに英語だけでなく他の言語学習にも熱心であることが知られており、お父様である天皇陛下の指導のもと、様々な語学を学んでいらっしゃるとのこと。天皇陛下自身も約18年前からスペイン語の習得に励んでおられ、スペイン人講師の指導のもと授業を受け続けています。この講師は長年の来日経験とスペイン語教育への深い貢献で知られ、スペイン語のテキストを出版するなど、日本におけるスペイン語教育の地位を築いています。その際、愛子さまもお父さまとご一緒に習われているとお聞きしましたよ。そう打ち明けるのは、ある東宮職関係者です。そもそも日本とスペインの交流は盛んであり、4月にはスペインのフェリペ6世国王と極秘の電話会談を行い、感染症対策においても協力関係を築いていました。天皇陛下は過去6回もスペインを訪れ、その際にはスペイン語でスピーチをされることもあるほどです。2013年に皇太子時代にスペインを訪問した際の晩餐会でも、挨拶の後半をスペイン語で話されました。400年にわたる両国の交流が若い世代にさらに引き継がれることが重要ですなどと述べられ、大きな拍手を浴びていました。スペイン語を習われているのもそんな機会が多いからかもしれません。実は利宮殿下は学習院大学への入学を機に、英語の次に第二外国語としてスペイン語の学習を選択されていました。この言語にはすでに長い間親しみを持っていられたものだったそうです。モリーナ氏、67歳、スペイン出身の著名な講師は、10年以上にわたり天皇陛下にスペイン語を指導してきました。愛子さまにも学習院初等科にご入学された6歳の時、半年間スペイン語をお教えしたことがございますと、モリーナ氏は振り返っています。外務省で主任講師を務め、2006年には陛下から直接
スペイン語講師としてのご依頼を受けたモリーナ氏。水問題に関する国際会議がメキシコで開催されることが契機となり、陛下はスペイン語の習得を始められ、それ以降10年以上学び続けています。最後に授業を行ったのは緊急事態宣言が出される前の2月28日で、赤坂御所で対面形式で実施されましたとモリーナ氏は述べています。陛下には一番最初にスペイン語を学習させたいという思いがあったそうで、陛下とは別々に愛子さまに授業を行いました。授業は例えば色についてなどテーマを決め、楽しみながらスペイン語に触れ覚えてもらうという形を取りました。教科書に頼らない遊びながらの学習です。陛下が愛子さまに事前にスペイン語の文法を教えられていたので、楽しくご参加いただけたのだと思いますとモリーナ氏は振り返ります。宮内庁関係者によれば、愛子さまの英語はすでにネイティブに近いレベルだと聞きます。御所を訪れる外国賓客とのコミュニケーションは何の問題もないそうです。すでに一定の理解があるスペイン語も含め、日英スペインと3カ国語をマスターされることになりますとの見解を示しています。このようにスペイン語は世界20以上の国々で話される言語であり、国際的な交流においても重要な役割を果たしています。特にスペインの国王フェリペ6世の長女レオノール王女と同世代の愛子さまとの関係は、二国間の絆を一層深めることに貢献することでしょう。英語とスペイン語の能力は世界のほとんどの国でのコミュニケーションを可能にします。秋篠宮殿下が将来国際舞台で活躍されることは間違いなく、天皇陛下が先見の明を持って学習を計画されたのは明白です。今後さらなる国際交流を通じて世界との架け橋となることが期待されています。このように秋篠宮殿下の学ぶ姿勢の真摯さや国際的な理解の深さに触れると、言語を学ぶことの重要性や異文化を尊重する心を育む大切さがより明確に浮かび上がってきます。日本とスペインとの深い友情が未来へと受け継がれていくことを願う声が今も静かに響いています。その姿勢に触れることで私たちも新たな気づきや学びを得ることができるでしょう。さて本日の動画は以上です。いかがだったでしょうか。皆様の温かいコメントや高評価をお待ちしております。ご視聴いただきありがとうございました。